こんにちは、Fスタの丸山です。今回ですね、見てまいりました、北野武監督最新作ですね、クビでございます。これのね、ネタバレありレビューもう早速やっちゃおうかなというところなんですけど、映画館行くとね、予告毎回やってるぐらいの感じだったんで、これは面白いだろうというところでずっと期待してましたし、予告の感じだとね、結構真面目なドス黒い感じの作品なのかなと思ったんですけども、意外や意外な、感じの作品になっておりましたね。はい、そこも面白いポイントだったなと思います。なんですけど、ちょっとあんまね、ちょっと乗り切れなかったんですよね、個人的には。はい、なんでそういうところをちょっと話せればいいかなと思います。まあ最初にね、面白かったところと、まあ好きなシーンとかをね話したりして、で最後にですね、なんで乗れなかったのかってところを、後半の方に話していこうと思います。はい、それじゃあやっていきましょう。はい、いや今回まさかのコメディでしたね。はい、これかなり面食らったポイントでありましたね。まず、まあコメディの中でも結構ブラックな、かなりブラックなユーモアみたいなね、ところを押し出してた作品になってましたね。はい、人が死ぬのをめちゃめちゃギャグにしたりしてるっていう、テレビじゃできないですからね、こんな残酷な殺し方しといて笑いを取るっていうやり方ね、できないんで、これは映画ならではなんだなと思ったりして、それは面白いポイントだったなというところと、戦国時代とコメディとアウトレイジをこう足した感じっていうのが、あ、これは新感覚だなというところですね。これはこの設定というか、この枠を作ったのがめちゃめちゃうまいなと思ったのと、意外性があってね、面白かったなと思いますね。はい、で、バイオレンス描写ですね、ここもとんでもなかったっすね。かなりやりまくってた。てかもう最初のカットっすかね、最初のシーンからもう首なしの死体が出てきたりしてね、作中も首が飛ぶ描写、切り株描写ですね、もうスプラッター映画かってぐらい、めちゃめちゃ飛びまくるっていうところですね。これはね、最高でしたね。僕やっぱ切り株映画かなり好きなので、人の首が飛びまくるシーンで血しぶきが飛びまくるっていうね、ここはもうマジで楽しい楽しいというか、生々しさもかなりあってね、そこはやっぱ北野武だなとも思ったりして、暴力の怖い部分も、やっぱいつも通りねしっかり描いてたと思うんですけども、それよりもギャグの面がかなり目立ってたなと思いましたね。これは面白かったですね。でしかも今作かなり、特に明智光秀の周りの描写ですね、ここがかなりラブストーリーが、軸になってるっていうのが、かなり面白いなと思ったりしましたね。あとそれもさらに同性愛描写というか、同性愛っていうのが当たり前にあるっていうのをかなりねしっかり描いてまして、それも日本でもこういうね、自然というか、まあ時代劇なんですけど、同性愛のね作品を描けるんだなと、思いましたね。しかも北野武っていう超大御所の監督がね、そういう作品をやるんだっていうのはかなり意外性がありましたね。織田信長が結構その昔の言い方になっちゃうんですけど、まあ男色趣味があったみたいな歴史をなんかちょろっとなんかどっかでなんかで聞いた気がするしね。はい、っていうのをそこを膨らませてね、こんな、ラブストーリーメインの描写がかなりあったなっていうのは、そこのイマジネーション面白いなというところでございましたね。意外とっていうか、むちゃくちゃエンタメ作品でしたね。思ったより堅苦しくない作品だったのが、これも意外なポイントでしたね。明智光秀のパートはラブストーリーが結構軸になってたっていうところも、その、まあ、いろんな人が感情移入しやすいだろうし、まあ、ブラックではあるけども、そのユーモア、笑い、コメディ映画であるっていうところで、とっつきやすさは一応ある。ブラックだけど。はい。っていうところですね。そこもあったりするし、あと盾というか、戦のシーンとかもあってね、その派手さ、絵的な派手さ、アクションシーンみたいなところもしっかり抑えてる。っていうところですね。だから癖が強いエンタメ作品となってたなと思います。これも面白かった。監督のね色がしっかり出てたなと思うし、たけしじゃないとできないんだろうなっていうのはひしひしとね見てる間感じていたところですね。だからオリジナリティはかなりあるし、あとなんかテロップですね、随所でね人の名前とか城の名前とかねテロップとか出てくるんですけど、あと冒頭か時代背景みたいなのをちょっと語ったりするんですけど、フォントが赤で後ろが青っていうこの色の使い方が、うわこれおもろっていうね、普通はね見やすい色にすると思うんですけどね、色の濃さとかねあんま被んないようにすると思うんですけど、そこをあえてねかなり深度が深いというか、かなり濃い色をね2色使ってて、これも面白いなって感じで、ここもねかっこよかったなと思ったりしましたね。で、まああとねやっぱキャラクターがねむちゃくちゃ濃いなというところですね今回。
回アウトレージばりにね全員悪人なんで、信長加瀬亮ですね、この人がもうずっと終始ね楽しそうだったなと思いましたね。もうワンマン社長みたいな感じですよね。あの感じめちゃめちゃ良かったっすね。はい、円形にまんじゅう食わしてさ、血みどんになった口をめちゃめちゃベロベロしまくるっていう、あの描写もなんかイカれてていいですねっていう感じだったしね。傍若無人で人を切りまくるっていうのもこんな信長見たことないなっていう感じでございましたね。服部半蔵のね桐谷健太もかなりコメディタッチな役とは結構違う感じのね、シャキッとした2枚目な役柄になっててね、これもかなりかっこよかったなと思います。この作品の中だと明智と服部半蔵、この2人だけはかなり真面目にボケがないキャラとしてね描かれてましたね。この2人も良かったなと思いましたね。あとはなんといっても、あの秀吉周りの3人ですよね。浅野忠信と大森直人、ビートたけし、この3人なんですけど、一箇所ねめちゃめちゃどう見てもアドリブでしょみたいな妙に長いカットがあってね、これもめちゃめちゃ笑いましたよね。まあこの3人は終始、コメディータッチというかね、アホな上司2人と戦略家みたいな、まあコンサルタントみたいな感じの人かな。はい、浅野忠信が全部任しちゃうみたいなね、このもううまくやっとけみたいな感じも良かったですね。はい、かといって信用してるわけではないという軽薄な感じが良かったんじゃないかなと思いましたね。で、好きなシーンをね何個か言っていこうと思うんですけど、やっぱね円剣のね一族が皆殺しにされるじゃないですか、打ち首で。あそこの切り株描写とかかなり頑張ってたなと思ってね。はい、断面図もしっかり見えるしね、血もちゃんと飛んでるし、その後のね死体をこうあの溝にバーンとこう捨てる感じもね、無慈悲で良かったなと思いますね。やっぱりあの荒川よしよしの切腹のシーン、あれみんな好きですよね。あそこめっちゃ笑ったもんな、めっちゃ良かったっす。百姓の出だからね、あんまりその武士の気品とかその伝統みたいなものを知らんよって感じの、秀吉がその荒川よしよしの最後のね優秀の美ですねとしてもう舞い踊ってる、あのもう早くしてくんないみたいな自己満すぎでしょみたいなね。 そこもめちゃめちゃ笑えたし、最後のようやく首切られるわ、やっと綺麗に今回綺麗に死ねるなと思ったら、もうみんなもう見てなくてもう次の行動を移してるっていう、え見てねえよみたいな。マッドマックスのウォーボーイズがさ、もう俺を見ろって言うじゃん死ぬ時にね。あの時に誰も見てなくて、そのもう無駄に犬死に、本当に犬死にしていくみたいなことですよね、要は。多分やっぱあそこおもろいなと思ったし、あそこにそのたけしが秀吉をやった意味っていうのがすごい出てたなと思ってて、普通の時代劇って戦国時代をね生きたかっこいい人たちっていうかね、うん、偉人のかっこいい部分ですね、そこを描くと思うんですけど、今回は本当に真逆、滑稽です。本当にずっと偉人たちの人間臭さみたいなものも見れるし、その偉人もね結局人間だから、そんなねかっこよくかっこいいもんじゃねえよみたいな、いじりいじり、偉人をいじってるみたいなね。はい、戦国時代をいじってるんですよね、たけしが。だから侍たちをいじるためには誰がいいんだろうってなったら、百姓上がりの秀吉なんじゃないかなっていうところなのかなと思ったりしましたね、僕は。はい、だからここのね、侍の美しく死ぬみたいな精神をタイパ的にコスパ的に、あんま良くねえじゃんっていう笑う感じがかなり今時だなと思ったりしましたね。最後にね明智の首をね知らずに蹴っ飛ばして、で突然終わるじゃないですか。あそこの終わらせ方も、首なんて死んだことが分かれば本当にこんなものに価値はないんだよっていうね、物事の本質を見てる感じがするっていうか、形式ばったものとか、その伝統みたいなものですね、そこにノーというパンクイズムというかね、まあそこもね現代的なものをかなり感じたなと思ったりしましたね。であとね、やっぱその今作、予告でもね本能寺の変を描くみたいな感じで言われてたんで、本能寺の変が終わったら終わんのかなと思ったんですけど、結構しっかりその後続くんですよね。あ、これもまた意外な展開で、予告のミスリードがうまくいってるなと思ったんですけど、本能寺以降もしっかり描くことによって、今作は信長は、まあ、真ん中にないっていうのが、明確になってんのかなと思ったりしましたね。だから結局最後までね明智と秀吉、この二人がずっと出てて、で、そう見るとこう対比させられてんだなというのをかなり感じましたね。その、明智光秀は侍で、なんだメロドラマチックに描かれてた、結構かっこよく描かれてたと思うんですよね、あの人は。今までの時代劇
っぽい感じで結構描かれてたと思うんですけど、秀吉はね全く逆になってて、生まれも結構逆な感じですよねっていうのがあって、かなり対比されて描かれてて、で結局生き残るのは何でしょうね、パンクイズムというかね、そういうその今あるものをぶっ壊そうとした人、暗躍した人が生き残ってるっていうね、結局ねその明智もかっこよく死んだしね最後っていうのも対比させられてるなと思ったりしましたね。はい、ここの対比かなり面白かったと思いますねっていうところですね。ここが僕としては面白かったポイントでございました。はい、じゃあなんでね乗り切れなかったのかってところなんですけども、これは完全にね僕のせいだと思うんですけど、単純にね日本史がねまず苦手っていうのがあります。はい、漢字がね多くてね、その区別があんまりつきづらいっていうのと、まあ時代劇だからね話し方がかなり違うんですよね。まあ今作は結構砕けてた方だと思うんですけど、僕邦画でもねちゃんと話を理解したいなと思った時は字幕つけるんですけど、家で見る時ね字幕つけれないっていうね、これはまあまあほんとしょうがないとこなんですけど、あと登場人物がとにかく多くて、その日本史苦手って部分と登場人物が多かったってところで話が結構分からなくなるところがかなりあったなというところですね。はい、話が理解しきれなかったってところで、乗り切れなかったなっていうのが、大半だったなと思いますね。はい、単純に頭悪いから見れなかったっていう、悔しいですねこれは。高校の時ちゃんと日本史取っとけばよかったなと今になって、今日になってね今日この瞬間思いましたね。大河ドラマとか、もう時代劇とかねめちゃめちゃ見るよみたいな、昔の人の喋り方にね、ほんと違和感なくスッと理解できるよって人はめっちゃ楽しかったんだろうなと思ったりしましたね。はい、いや悔しいわっていうところでございました。よければコメント高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。X やってたりね、デモ音源をね各種音楽サイトで配信してたりしますんで、よければ概要欄の方からね見ていただければいいかなと思います。それじゃあまた。